三大一郎は、日本の素粒子物理学者である。CP 対象性の破れと b 中間子の崩壊についての研究で、イカロスビギと共に2004年の JJ 桜井賞を受賞した。東京都出身。中学2年の時に、父の転勤で渡米し、以後、1992年に帰国するまでアメリカに在住していた。1965年6月に、 イリノイ大学工学部物理学科卒業。1969年6月に、プリンストン大学大学院博士課程を修了し、PhD を取得した。コロンビア大学研究院、フェルミ国立加速器研究所研究院、ロックフェラー大学准教授を経て、1992年より、名古屋大学理学部教授、2006年4月より、名古屋大学名誉教授、 神奈川大学工学部教授。2007年より東京大学かぶりかずもの連携宇宙研究機構プログラムオフィサーを兼務する。主な業績として、破れたゲージ対称性理論における繰り込み可能なゲージ固定化法を提唱するとともに、B 中間子系での CP 対称性の破れの測定によって、小林、 マスカワ模型の検証理論を展開することによって、日本の高エネルギー加速器研究機構における、ベルジッケンや米国のスタンフォード線形加速器、研究センターのボバー実験の構想推進を強く、動機づけるとともに、両研究所の実験に必要な加速器の性質を提唱した。ありがとうございます。